静まり返った東北関東山岳地帯、恐竜らしい巨大な生物を目撃したとの情報が D 戦隊に報告された。容易ならぬ事態を知った政府は直ちに緊急会議を招集した。3頭の恐竜の進路をコンピューターで予想したところ、新宿副都心。そうです。しかし単なる破壊が目的なら恐竜は3頭もいらないはずです。多分我々が予想もできない計画があるのだと思いますが。そんな計画を許すわけにはいかん。防衛隊と D 戦隊の総力を挙げて叩き潰すんだ。というわけで今度の作戦は防衛隊と共同作戦を取ることになった。防衛隊とですか？どうしたのよ、そんな顔して。なんか不満でもあるざんすか？ああ、大いに不満さ。あんな役立たず、俺たちの足手まといになるだけだぜ。そのセリフはそっくりそちらにお返ししたいね。なんだ君たち。紹介しよう。 D 戦隊と一緒に行動する防衛隊の空軍司令官花月隼人君と弟の副官正人君だ。よろしくお願いします。リーダーの立花善です。よろしく。君たちは我々レッドスパローの戦力をまだ知らないようだな。恐竜の方は我々が引き受けるから、君たちはあそこにぶら下がっている怠け者と遊んでいたまえ。その方がお似合いだよ。なんだと。もう一回言ってるろ。兄さんやめろったら。俺たちには共同作戦の任務があるんだ。お互いつまらない対抗意識は捨てようじゃないか。博士、レーダーがタンタン山地を移動中の恐竜一頭をキャッチしました。何？マサト、来い。はい、一平、バラさん、我々も出動だ。了解。シューター、オン。配線を発進。発進。高慢地下ツラ見てるとあっても引くよ。なぜ？ハヤト君、アロサウスの方は D 戦隊が引き受ける。君は他の2頭の恐竜の動きに備えてくれ。せっかくだが、獲物は全てレッドスパローがいただくよ。ハヤト君、前期につけ、直ちにダイヤモンドクロス攻撃に移る。今度は地獄逆落としだ。どうやら君たちの出番はなさそうだな。くそ、息になりやがって。アルルよ、お前の役目は防衛隊と D 戦隊の奴らに大打撃を与えることだ。いいか、もっと頭を使え。
リウム、病院を盾に使うつもりだな。急いでレスキューだ。わかった。じゃあ俺たちはガードする。よっしゃ。父よ、病院を盾にするとは。しかしそんなことで我々が攻撃を中止すると思ったら大間違い。待ってくれ兄さん、病人の避難が終わるまで攻撃は控えた方が。もういかん、攻撃開始。こっちだ、手に入れろ。バッキャロ、何すんだ。病人にもしものことがあったらどうする。やめて、やめて。そうはいかないな。早めに手を打たないと大勢の人間たちが死んだり怪我をするぞ。いや、大勢のためなら一人や二人死んでも構わないっていうのか。場合によってはな。何？ひどい、あなたそれでも人間。はい、スモークダウン撃て。でも今スモークダウン撃ったら恐竜を逃がすことになるかもしれないわ。早くしろ。了解。貴様、ま、え、出動停止処分に。たった今防衛作戦会議で決まったのだ。そんなバッカな。訳を言ってください。レッドスパローの作戦を妨害し、その挙句アロサウルスを逃がしたことだ。でも博士、あの時はアースリより他に入院患者を救えなかったんです。そうですよ博士、こんな不当な処分は納得できません。直ちに撤回してもらってください。お願いです。レッドスパローだけでは恐竜軍団には勝てません。お願いします博士。一度決まった処分を撤回することはできん。どうしても出動するというのならD 戦隊をやめてもらうぞ。博士、新宿副都心の地下で異常な振動音が聞こえます。はい。戦隊とは別に地上から防衛隊戦車部隊が総攻撃を開始した。攻撃する。マサトは4番機を連れてモノクロニュースを。ブラビア6番機を連れてアロサウルスを攻撃しろ。了解。
始める気かね。いや、あのボールのようなものは恐竜の卵かもしれないぞ。恐竜の卵？そんなもん運び出して何やらかすつもりなんだ。分かったぞ。奴らは地上に孵化場を作るつもりなんだ。孵化場？何ですかその孵化場って。卵を返す場所のことよ。地面の中じゃ太陽光線が当たらないので卵が変えるのは遅い。そこで地上に巨大な孵化場を作ろうとしておるんだ。それも日本の象徴ともいえる新宿副都心にな。博士、我々を行かせてください。もし卵が帰ったら大変なことに。博士、お願いです。ダメだ。処分撤回の正式な通告がない限り勝手な行動は許さん。博士、全聞け。私だって君たちに今すぐ出動してほしい。しかしな、防衛隊との共同作戦が決まっている以上それに従わなくてはいかんのだ。まあ、とにかく私は司令官に電話して至急対策を考える。君たちはここにいたまえ。そんなものは待っていられないぜ。はい、一平、バラさん、行こうぜ。シューターオン。博士、 D 戦隊が出動しました。何？全博士、すみません、勝手なことをして。今さら引き返せと言っても聞かんだろうからもう何も言わん。だがこれだけは言っておく。君たちが D 戦隊を辞めるときはこの私も一緒だ。博士、恐竜軍団を相手の戦いは大変だと思うが、しっかり頑張ってくれ。はい。みんな、レッドスパローをはじめとする防衛隊の弔い合戦だ。死力を尽くして戦おう。おう。一平、バラさん、レッドスパローの隊長機はこの近くに落ちたはずだ。急いで救出に向かってくれ。わかった。はい、まともに攻撃したんじゃとても奴らには歯が立たないぜ。ゲリラ戦法で行こう。了解。発射！発射！うまくいったわ。今のうちに孵化場の卵を攻撃するんだ。
も揃っていながらなんと無様な真似だ。卵をやられたからには D 戦隊を皆殺しにしろ。失敗すれば死刑だぞ。行け。ゼン、スモーク反射装置が壊されたわ。そう、弟も部下たちも死んじまったんだぞ。待て一品、まだ死んだと決まったわけじゃない。探すだけでも探すんだ。分かった、さあ乗るんだ。ほっといてくれ、 D 戦隊の世話にはなりたくない。機械にしろ。乗るんだ、さあさあさあ。はい、このままじゃやられちまうぞ。クロスして戦おう。今。はい、ゼン、クロス。アイゼンボーン。山が火を吹き、大地が割れて。3分30秒しか持たない。エネルギーカラーチェッカーの点滅が黄色から赤へと変わった。さあ大変だ、ゼンよ、アイよ、頑張れ。はい、こうなったら最後の手段だ。エネルギー全開のカッター戦法で行くぞ。とてもかなわないぜ。そんなことはない、レッドスパローのファイトだって大したもんだ。これからもお互い力を合わせて戦っていこう。立花君、
屋の恐竜を殺されたトラコドンが暴れ回る。会長ランフォリンクスがアイゼン2号を襲う。今だ、アイゼンボール発射。頑張れゼン、頑張れアイ。次回恐竜大戦争アイゼンボーグ、恐怖の洗脳人間第1号をお楽しみに。